砂山のパラドックスは、述語の曖昧性から生じるパラドックスである。古典ギリシア語で、ヒープを意味する、ソリーテスにちなんで、ソリーテスパラドックス、ソライティーズパラドックスとも呼ばれる。砂山から砂流を取り去っても依然として、砂山のままだが、それから何度も取り続けて、最終的に、一粒だけが残った時、その一粒だけを指して、これは砂山であると言えるのか という問題である。定義や境界値が明確でなく曖昧な概念をどう扱うかという問題であり、主に論理学の哲学、言語哲学において問題になる。というのも、論理学や数学などの科学においては、すべての概念が明確でなければならず、通常の方法では曖昧な概念を扱えないからである。どう見ても砂山だ。 これは、砂山なのかこのパラドックスの起源は、古代ギリシャの哲学者ユブリデスに返せられる、ハゲ頭のパラドックスに遡る。ここで、前提1、前提2を繰り返し適用していく。そして次の結論を得る。砂山から砂流を個々に除去していくことを想定する。ここで、次のような前提から論章を構築する。前提2を繰り返し適用したとき、 最終的に砂山の砂流が一粒だけになる。前提2が真であるなら、この状態も砂山だが、前提1がまだとすれば、このような状態は砂山ではない。これが矛盾である。この時、このような結論を防ぐ方法がいくつか存在する。あるものは砂流の集積が砂山となることを否定することで、第一の前提に反対する。 またあるものは、砂山から砂流を一つ取り除いたとき、必ずしも砂山のままではないと主張することで、第二の前提に反対する。さらに別のものは、一粒の砂であっても、砂山と呼べると主張することで結果を肯定する。ロバの背に、荷物として、藁を積み上げていることを想定する。このとき、このパラドックスは、地名に見える二つの前提と結論のうち、 どれか一つを選んで間違っていることを説明しなければならない。そういった意味で巧妙である。自命な解決策は砂流が何粒集まっても砂山にはならないとすることである。言い換えれば砂山という言葉は検証可能な明確な条件を備えていないから無意味だとするのである。この考え方を突き詰めればメレオロジー的虚無主義に到達する。 バートランド・ラッセルなどの哲学者は、単に、曖昧な概念には論理を適用できないとする。このパラドックスを聞いた、大抵の人が最初に考えることは、砂山と呼べる砂流の数の加減を設定することである。例えば、ある人が1万粒を加減とした場合、砂山から砂流を取り除いていって1万粒未満になった時点で、砂山ではないとする。しかし、 この解決策は哲学において公認されるようなものではない。なぜなら99、9999粒と1万粒の差異はほとんどないからである。つまり、1万粒なら砂山で9999 99粒なら砂山でないという定義は、0粒なら無で1粒でもあれば砂山だとする解釈の境界値を意図的に変えたに過ぎない。 それにもかかわらず、このような明確な線引きが実社会ではよく見受けられる。例えば、学力検査では一般にある点数以上の成績を上げないと合格とされない。他にも、ザッツザストローザットブロークザキャメルズバックということわざのように明確な境界値があるように見えるものもあるが、実際には、ラクダの個体の選択などいくつかの点で任の選択がなされている。 もう一つの手法として、立ち論理を使う方法がある。砂山か、砂山でないかという二つの論理状態の代わりに、例えば、砂山である、不確実、砂山でないという産地の体系を用いる。しかし、産地体系はこのパラドックスの真の解決策ではない。なぜなら、砂山であると、不確実の境界、不確実と、 砂山でないの境界という問題が依然として残っているからである。ファジー論理であれば、論理状態の連続的な変化を扱える。例えば、砂山である、ほぼ砂山である、一部砂山である、少し砂山である、砂山でないといった状態に、さらに中間の無数の状態があると、ファジー集合では考えることができる。したがって、ファジー理論を使えば、 砂山のパラドックスは単に砂山であるから砂山でないへと連続的に状態が変化しているものとして表される。この関数はどのようにして現在の状態になったかに依存する立ち関数である。もう一つの手法として履歴現象、すなわち砂の集合体がどういう形で始まったかという知識を使う手法がある。ある量の砂が最初からあれば それは、砂山と呼ばれる。大きな砂山が少しずつ削られていったとして、数粒の砂にまで減ったとしても、砂山状態という属性は保持される。一方、砂流を少しずつ集めて、同じ量になったとする。この場合は、出発地点が異なるため、砂山とはみなされない。この手法が暗示しているのは、砂山という言葉の意味は、 形の状態量ではないということである。砂の集まりが砂山か否かにはその履歴が関与する。集団の合意によって砂山という言葉の意味を決めることもできる。この手法は砂流の集まりがどれだけの量になれば砂山と呼べるか集団の各人の大半が納得する定義を決定することである。言い換えれば集団の各人の考え方の分布の期待値で 砂山の意味を確率的に決めると言える。例えば、ある集団では次のように決めるかもしれない。この二つの局地の間で、その集団の各人は、必ずしも、個々の量の砂を砂山と呼ぶか田舎について合意できて、いるとは限らない。各人の意見を集約すれば、明確に、砂山か田舎が決定されるのではなく、ある量の砂について、それを、 砂山と呼ぶ確率が0と1の間の何らかの値に定まるだけである。この手法は用語の意味をしっかり定義するという点で便利である。明確な言葉はその言葉の使用が妥当かどうかを他人が納得できる気候を持っている。曖昧な言葉はそのような気候を持たない。ある人が身長2メートルの男の背が低いと言った場合、その人は プロのバスケットボール選手を基準としているのかもしれない。曖昧な言葉は合意が形成されている場合には便利だが、その範囲外の使い方をすると混乱を生じさせる。砂山のパラドックスは単に人が曖昧な言語をどのように使うのかについての論理的分析を示したものである。それは曖昧な言葉の定義に万人が合意すると仮定することが誤謬であることを示している。 ある人々はその使い方を正しいと判断したとしても、万人がそれに合意するわけではない。合意形成の手法は、砂山の定義を主観的な定義から客観的な定義に変えるものである。ハイド、ドミニク、サライティーズ・パラドックス、ザ・スタンフォード・エンサイクロペディア・オブ・フィロソフィー、エドワード・エヌ・ゾールタ、日本語のオープンアクセス文献。ありがとうございます。